こう湧き水が多いところで、湧き水にやっぱりこう綺麗な魚が住んでるんですよね、はい、近くにあの養豚場って言ってニジマスを飼ってるところがあったりして、はい、そうですね、もう海歴40やっぱ何十キロ、20キロ、30キロは行ってますよね。行きました、やっぱり行きました行きましたよ。ご無沙汰しております。お久しぶりです。お元気でした？はい、元気でした。お元気そうですよね、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、今回僕ら2回目ということで、はい、どんな話しましょうかね。堀田さんっていつぐらいから釣りされましたか？はい、そうですね、僕子供の頃からなんで、はい、もう本当にどうでしょうね、30年以上、35年、40年近いかな、はい、最初本当に本当幼稚園の頃、縁日の金魚すくいから始まりました、はい、あ、それがスタートです。それがね、まあ、魚釣りじゃないんでしょうけれども、うん、なんかこう魚に対してこうすごいこう興味を持ってて、うん、でなんかそれを取りたいなというなんかこう欲求があったんですよね、はい、でそれがね、今度小学校入ると、まあ、釣りってものがあるってことで、うん、近所の川に、はい、行くのにしても本当にそんな釣り具屋さん行って道具買うとかじゃなくて、うん、大昔は駄菓子屋さんに売ってましたよね。ありましたよね。ありました。あの仕掛けだけで何十円かでこういう仕掛け巻きとセットになったやつですね。そうですね、糸と針と浮きと、はい、それを買ってなんか棒にくっつけてで、まあ、早釣ってみたり普段釣ってみたりとかっていうのがきっかけですね。ああ僕もやっぱり同じですね。いや家が大阪なんでね、はいはいはい、まあ、サーフっていうところが身近じゃなかったんですけど、やはりその近所の池であるとか、はい、川であるとか、はい、そういうところでのやっぱりまずはこう近くの、はい、まあ、その淡水の釣りですよね。ですよね。僕もそこからでしたね。やっぱじゃあ鯉とか船とか。そうですね、まず船、鯉っていうのはちょっとターゲットがターゲットっていうか、わかります、ちょっと高かったんでまずそうですね、やっぱ船とかザリガニからですね。ですよね、はい、僕たちそれにまあ川があったんで、はい、早釣ってみたりとか、あとねたまたまなんですけど僕の住んでたところがですね、割とこう湧き水が多いところで、はい、湧き水にやっぱりこう綺麗な魚が住んでるんですよね、はい、近くにあの養豚場って言ってニジマスを飼ってるところがあったりして、はい、そういった川はやっぱりねニジマスが住んでるんですよね。なのであのニジマスを普通に餌で釣ったりとか、はい、でやっぱニジマスってルアーで釣れるわけじゃないですか、はい、だからニジマスってあ餌でも釣れるんだけどルアーとかフライでも釣れるんだよねっていうのが、うん、だんだん年をこう重ねて小学校の高学年ぐらいになってくると分かってくるんですよね、はい、じゃあちょっとルアー投げてみる、じゃあスピダー投げてみる、はい、でじゃあスプーン投げてみる、じゃあもう本当最初は安いやつですよね、はい、で買って投げてあんま釣れないんですけどね、あんまり釣れないんだけどそれでこうルアー釣りにある程度こう目覚めたっていうのが僕の次のステップですけど。ということはルアーに入るのが早かったんですよね。まああとあとねやっぱどうしてもあの釣りが好きだったんでいろんなものが並行してやってましたね、はい、それこそ本当にちょい投げ、本当近くの港に行って青い染めつけて、はい、昔の竿は本当ソリッド、あ、そ、はい、日本付きのソリッドの ありましたね、なんか2メーターぐらいの竿があったんですけども、はい、うん、はい、あれにもナイロンラインの本当どうだろう今、太いやつが多分3号とか。ひろきさんは投げ釣りにはもういきなり行っちゃったんですか？初めて海釣りに行ったのはですね、はい、うん、私父親が釣り全くしないんですけどね、はいはい、母親の弟がすごい釣りしてたんで、はい、多分母親の弟に一番初めに海に連れて行っていただいたのが海釣りを始める第一歩じゃないかなと。あ、はい、いいですね。僕もね、家族親戚誰も釣りしないんです。そうなんですか？誰もしなくて、まあ、子供同士で集まって、はい、本当に自転車乗って行ける範囲で
やってたんですよね、はい、中学になったらやっぱ自転車でかなり遠征しました、ね、しますよね、しましたね、無理してやっぱ何十キロ20キロ30キロ行ってますよね、行きました、やっぱり行きました行きましたよ、あの母親にはねちょっとすごい怒られたんですけど、それ事後報告するんですよ、そうですね、初めはちょっと近く行くって言って行くんですけど、はいはい、後で実はこんなとこ行ってきたってすごい母親に怒られたような記憶が、ね、はい、あの本当に中学ぐらいまでは、まあ、そのさっき言った、まあ、浮き釣りとかね、はい、船釣ったりとかに加えて、はい、あとちょい投げもやったし、うん、あのぶっ込みで吸い込みで鯉なんかもやったりして、はい、それに並行して、ルアーやったりとかして、まあなんかこう学校終わったらもうすぐこう、うん、そっちの方に行っちゃう感じで、高校からまあそうですね、高校入ってから数年間、うん、二十歳ぐらいまでっていうのはやっぱりバス釣りとフライには結構傾倒してきましたね。ひろきさんはその後は？僕はねやっぱり友達はすごいバス釣り行ってたんですよ。やっぱ関西はバス、ね、はい、盛んですもんね。盛んでしたね、今から思えば、はい、ただ僕はバス釣りしなかったんですよ。なんか全然されてないですか？いや、その後いくらかはしましたけど、はい、そのやっぱ中学生ぐらいの時ですか、バスにすごい流行った時期があって、その時は僕バスには行かなくて、はい、やっぱり海の餌釣り。おう、それは何を狙う感じですか？それはですから、ただ、まあ、大阪湾なんでね、はい、まあ、岸壁とか堤防が多いんですけど、はい、ですからまあサビキ釣りとか、はい、まあ、ぶっこみとか浮き釣りはもちろんですね、はい、あとまあちょっとしたサーフはあったんですね、海水浴場とかがあって、はい、でそういうとこで投げ釣りしてカレーとかキスとかは釣ってましたね。はあ、はい、いいですね。じゃあ割ともう完全に海のが身近な感じだったんですか、その頃は？ですね、その後はやっぱり海へ行きましたね。あ、なるほど、はい、やっぱ海歴長いんですね。そうですね、もう海歴40数年ぐらいと、はい、思いますね。僕はだから淡水行ったり海行ったり淡水行ったり、まあこんな感じですよね。はい、でだからその、まあ、20歳ぐらいまでは大体まあ、淡水、さっき言った、まあ、ルアーフライやって、はい、で今度22、3になって、まあ、フライはずっと続けてたんですけども、今度海で、はい、まあ、スズキが釣れるよって、はい、まあ、僕静岡なんで、はい、まあ、有名な鴨川って川があるんですけども、鴨川でスズキが釣れると、はい、やっぱりね、当時からスズキの釣りはある程度人気があって、そのやっぱりポイントに行くと結構ポイントに人が何人かいたりとかして、うん、なかなかこう自分の思うような釣りができなかったことがやっぱあったんですよね、はい、でそんな時にまあ、川の中でスズキ釣って、で河口でもスズキ釣ってってやってて、河口でやった時ですね、ある日ヒラメが釣れたんですね。それ偶然？偶然。まあでもちょっと嬉しいし、うん、なんか人に見せびらかしちゃうし、うん、でこれまた釣れないかなと思って、うん、でそうなってくるともう自分の興味、さっきも言ったけど自分の興味のこう思うままにやってるんで、はい、もうどちらかといえば、うん、スズキ半分、ヒラメ半分、ヒラメ半分ぐらいの頭の中になっちゃうんですよ。でもどうしてか分かんないんですよ、本見立て乗ってないし。そうですね、当時そんなメジャーじゃなかったです。いや、全然、ね、ルアーのヒラメ釣りってね、はい、でじゃあどうしたら釣れるのかなってことで、こうヒラメに興味持って始めたのがだからもう22、23年前。そこからですか？ですよね、やっぱりね。そのなんか一匹のなんて言うんでしょう、まあ一品の出会いですよね。そうですよね。ひろきさんは投げ釣り一筋ですけど、特にこだわってる魚種ってあるんですか？いや、さっきね申し上げましたように、その春夏秋冬いろんな魚が釣れるんで、はい、まあ、はい、白ギスメインでは釣ってるんですけど、まあ例えば、はい、そうですね、春はカレー、はい、クロダイ、アイナメから始まりまして、はい、で白ギスが釣れる頃にマダイが釣れたり。マダイやっぱ釣れるんですね。マダイ投げ釣りでももう80とか90とか、あ、すごいですね。メーター近いのもまれに来るんでね、基本的に夜釣りになっちゃうんで。あ、そうなんですか。まあ、こう三脚に竿を置いて沖竿っていう釣りになるんですけど、はい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 、基本まあ夜釣りで狙う。すごいですね。じゃあもう24時間ずっと
やろうと思ったらこの釣りはできるんですね、投げの釣りはね。24時間ですか、はい、やろうと思えばできますが、ただ体がついていくかどうかですね。いやいや、もうそうですよね。